安倍勝次生まれ2008年にて、没はジャズフォートグラファー。1940年に、期限2600年全国児童会画展で、文部大臣賞銀賞を受賞。1945年に、海軍兵学校に入校。この時期に、米軍の英語放送を聞き、ジャズの魅力にはまる。その後、1948年に、旧制早せ中学校卒業。 1951年に旧姓和瀬田大学卒業。翌1952年には BOAC に就職。1953年頃よりレコードジャケットのデザインと写真をメインに活動。また、ジャズの DJ としてラジオ番組を持つことになった。1960年初頭からカバーアートの研究のため渡米するようになり、ニューヨークを拠点に活動を始める。 その後、ジャズ面のみならず、日本のミュージシャンのレコードジャケットも数多くデザインするようになる。日本のバンド、チューリップのロゴデザインもその一つ。1986年4月29日のデューク・エディントンの誕生日に合わせて発行されたアメリカの記念切手に作品が使用され、話題を呼ぶ。2005年には日本人として初めてジャズの写真家の最高の栄誉。 ミルト、ヒントンアウォード受賞。名実ともに、世界的な写真家となる。2008年9月17日肺炎のため死去。去年78。2009年9月11日、本人の遺言により、NY イースト側に散骨される。ケアベジャズピクスアーカイブス http コロンスラッシュスラッシュ abesun.com スラッシュ。ありがとうございます。